岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。ファウルになります。さあ3球目は何か、打ちました、取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている坂本、西、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー西、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをライオンズ打線がどう、一二塁間を破る、ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー一塁です。バッターボックス村上、ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはインコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか、打ちました、強打、ツーアウトになりました。さあそして打席には丸が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。初球打ち、これはショートライナー。さあこれからライオンズが守備につきます。バッターは強打、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。枠いっぱいに決めてきました、ストライクです。2球目打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている吉川、菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、梅野が掴んで2アウト。バッターボックスには指名打者の山田、2アウトになっています。この回の菅野、3球でアウト、効率のいいピッチングです。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。ボールになります。ライト方向流しました、取った、取っています。2回表に入ります。ライオンズの攻撃、打順は5番岡本。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。打ちました、セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターは DH オースティン、西、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。取ってツーアウトです。バッターは7番に入っている中田、ツーアウトになっています。この回のライオンズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。低めのボール、ツーストライクです。体に近いところ、さあ勝負してくるのか。三振です。リーアウト、チェンジ。2回の裏になります。さあホークス、この回は4番から始まります。甲斐が打席に入ります。ライオンズ得点に動きはありません。0対0です。ファウルになります。外れました。バッター抜けました。先頭バッター、バッターボックスには5番柳田、ヒットでランナーを一塁に置いています。これが初球、初球は打ち、いい入り方ですね。コース球種とも文句なしです。はい、まあ、詰まらせて打ち取ろうという球ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ランナーここはスタート切りません。打ちました、
サード取った、アウト、ワンアウトです。さあそしてバッターボックスには中村が入っています。ここは気をつけたい打順ですよ。さあアウトカウントが1つ増えましたが、先制のランナーを得点圏に背負います。やはり先に先取点が欲しいわけですから、ここは我慢のピッチングですね。なるほど、そうですね。これは見送ってボール。ファールボールです。ワンボールツーストライクです。低めは外れました。落としてきましたが、これは外れます。2球で追い込んだんですが、決めきれずフルカウントまで来ました。キャッチャーフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー2塁となりました。さあそして打席には中畑が入ります。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。ふわふわっと上がった、掴んで3アウト、先制は許しませんでした。3回に入りますライオンズの攻撃。8番バッター菊池。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、バッターボックスには代打の大谷。インコース決まってストライク。インサイド落ちました。アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っている梅野。まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、サード取った、アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター糸井、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回のライオンズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。打ちました。一二塁間を破る、ランナー出ました。西武ライオンズです。2アウトランナー1塁。2番バッター坂本、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ初球は何か。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、見事に。ストレート打った、1塁アウト、これで3アウト。ここでライオンズ守備を変えてきました。これから3回の裏ホークスの攻撃。バッターボックスは8番亀井。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で初球打ち、ファウルボールです。ボールになります。次が3球目、ボールになります。中への変化球外れました。先頭バッター歩かせました。ノーアウトから、まずはインコース。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。インコースへの変化球、ストライクです。ファウルです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。ランナー一塁はそのままです。さあさよならのランナーが一塁です。バッターは強打、まあ、ここは1点を取りに来るでしょうから、ランナー進めてくるでしょう。なるほど、そうですか。高めの変化球は決まりません。
4球目は何か。一塁線掴んだ、そのまま入って一塁アウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには吉川が入っています。嫌なバッターに回ってきましたね。さあツーアウトにはなりましたが、二塁ランナー帰ればサヨナラという場面。変化球打った、サード取った、一塁アウトでスリーアウト。回は4回の表、ライオンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ここでクリーンナップに回ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。いきなり牽制、二塁タッチもセーフ。まずはボールから入りました。先制の場面で初球は何で来るか。初球空振り、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。これが2球目、ベース狙い、インコースに攻めてきました。3球目は何で来るか。変化球打った、抑えた、一塁送球、一塁や。さあそして打席には丸が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこのチャンスは逃したくないですから。初球打った、ショートが抑えた、一塁アウト。ライオン、まず何を投げてくるか。まず際どいコースをついてきました。さあ2球目は何か。打ち上げた、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。そして迎えるバッターは DH 山田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ライオンズ1点リードで迎える最終回です。これは見送ってボール。取った、そのまま一塁に入ってアウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには甲斐が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。高め際どいところ、見送りましたがストライクです。151キロ、これが3球目。切りました、ファウルボール。ここはフライになっています。掴んでアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそして打席には柳田が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。さあここでホークス代走を送ります。サードランいきなりインコース、強気な攻めをしてきます。バッター有利なカウントになりました。まあ、次のバッターも怖いですからね。まあ、勝負は避けないでしょうね。はい、さあここは打ち上げた、サヨナラのランナーが3塁。